こんばんは。昔やってて、今あまり夏にやらないこと。今日は喫茶店で涼むということを考えてみたいと思います。昔はね、家に冷房がなかったので、まあそうですね。中学生ぐらいまではね、そんなに暑くなかったんですよ。前に言ったけどね。でもね、やっぱり高校生になって、私、埼玉から名古屋に引っ越したんですけど、ものすごく暑くてね。で、まあとにかく、扇風機どころじゃなくて、エアコンをうちは買った覚えがあります。で、エアコン買ってね、それでも家を全部、まあ、その頃借家のね2階建てに住んでたんですけれども、各部屋に入れるということはちょっとできなくて、で、まあ、一番あの電柱に近いところに入れて配線が楽だというとね、それでなんか親父がね、うちの親父はあの住宅危機関連のサラリーマンだったので、会社に取引のあったとこの、あれどこかな、 GE かどっかのアメリカ製の窓型エアコンをつけたんですよ。割引で買えたんだろうな。ところがそれは3層200ボルトなので、わざわざ3層工事をしなきゃいけなくて、あれ会社が出してくれたのかな、自分で出したんだと思うんだよね。かえって高かったんじゃないでしょうかね。それでまたすごい振動なんですよね。アメリカ製のせいかもしれませんけど。まあ、つけるとうるさいの。で、その割にね、あんまり強力じゃないんだよね。で、2階につけてね、襖を開けっぱなしにして、1階の方に扇風機を置いて、冷たい風が下の部屋に向くようにしてた覚えがありますね。それでも、まだ暑かったので、工事のいらない、キャスターで置けるエアコンを買ったような気がしますね。とにかく暑かった。なんて記憶があります。で、まあ、高校時代に、暑い時はね、まあ、高校生といえば、図書館に行って、勉強するというか、昼寝するというかね、そういうようなこともあったし、夏休みにはそうですね、なんか学校に課題みたいなものをやりに行ったり、あとまあ3年になるとね、夏期講習とかやってましたね。でそういうものに行っては、帰りに図書館に寄ったりしてましたが、しかしそれよりもほとんど毎日のように通ってたのは学校の、そばにある喫茶店かな。で、まあ、冬は暖房、夏は冷房でね。まあ、喫茶店に行くと、とりあえず涼しいと。で、まあ、今はね、喫茶店自体がもうなくなっちゃったんで、これはもう、そういう雰囲気っていうのは、最近の人にはわかんないかもしれませんね。喫茶店のなんとも言えぬ、まったりとした雰囲気。で、まあ、当時は禁煙じゃないから、タバコ臭かったけどね。でもまあ、とにかく、いかに落ち着ける雰囲気を作るかというのが喫茶店の、一つの使命だったので、まあ、とにかく長居する人が多かったですよね。今でも町内に古い喫茶店みたいなものがちょっとだけ残ってたりすることはあります。でも大抵経営者の、ね、方がみんなもう80代ぐらいになっちゃってるので、ここら辺私が住んでるあたりもですね、そういう町内の喫茶店はこの数年で全部閉店してしまいましたね。で、若い人がそうね、喫茶店ビジネスみたいなのに興味がないのかな。やっぱり喫茶店ってのはあれかな。ある程度の年代行って、自分のポリシーがあって、お客さんと雑談もちゃんとできるような、そういう人じゃないとダメなのかもしれませんね。で、まあ、特に今はね、新型コロナで喋っちゃいけないので、喫茶店は本当に大変だと思います。で、まあ、とにかく私の、そうね、高校時代、よく喫茶店に行ったし、
大学に入ると今度は、暑い時はね、やっぱりレポートを書いたりするのに喫茶店に行きました。で、私が知ってる穴場はね、竹橋の国立近代美術館のティールームです。あの頃はまだね、ティールームなんてもんじゃないですね。なんだろうな。休憩所、ついたてだけで区切った休憩所みたいなのが一応ティールームになっていて、で、まあサンドイッチとかね、もありましたけど、まあ大したことないアイスコーヒーとかね、卒論を書くときに、そういえば竹橋の近代美術館に行って、常設展示なんかをちょっと見てね、その後ティールームに行って何時間も、皇居のお堀を見ながら卒論を書いたことを思い出しますね。もう今はすっかり綺麗になってしまって、おしゃれで小綺麗になって、あの雰囲気はなくなっちゃったな。やっぱりそういうなんか古かったり汚かったりね、する感じの喫茶店なんかがいいんだな。で、ちょっと喫茶店に関するね、歌を集めてみると、西田幸子さんのコーヒールンバなんかは、喫茶店の歌じゃなくてコーヒーの歌なんですね。でもやっぱり昔はね、喫茶店っていうとコーヒーなんで、お茶派の人にとってはね、嫌かもしれないんですけれども、あの喫茶店のタバコ臭い匂いとコーヒーの匂いがマッチしてなんか良かったわけです。まあもちろん私も今はもうタバコは吸いませんので、煙がもうもうとしているようなところにはもう近づかないようにしてますけれども、それでも喫茶店は好きだな、やっぱりね。で、時々地方都市なんかに行ったりねすると、古い感じの喫茶店が残ってて入ることもあります。やっぱりいい感じですね、それはね。で、まあ、2番目にガロの学生街の喫茶店をね、ちょっと挙げといたんですけれども、学生街といえば喫茶店ですね。ただね、今お茶の水へ行ってもね、もう学生街の喫茶店がほとんど閉じてまして、で、今学生はどうなんだろうな。スタバじゃなんかね、ああいう感じじゃないしね。サークルの連絡ノートなんかを喫茶店に置いてもらってね、いつでもそこに来たメンバーが連絡事項やら何やら書き込んだり、あるいは詩なんか書いちゃうやつもいたりとかね、そういうことが結構ありました。今はもう LINE があるので、誰もそんなことは必要ともしてないですね。で、安倍静江、いわゆる C ちゃんですね。C ちゃん安倍静江のコーヒーショップで。これはね、私、浪人した時の曲なので、よく覚えてるんですよ。で、まあ、予備校に通っていた時も、やっぱり帰りは友達と喫茶店に入るわけだ。で、そしたら、喫茶店の向かいがレコード屋さんでね、地下街の喫茶店だったんですけども、そしたら、そのレコード屋さんの、店員さんが、コーヒー屋さんにね、喫茶店に来て、今度この安倍静江のコーヒーショップでというレコードが出たんだけど、これを、反則のために店頭にね、いろいろ洗剤を飾りたいんだけど、そこにコーヒーカップを置かしてくれないかとね、ソーサー&カップをですね、その店の、ね、あれなんだっけ、コーヒー杉だったかな、で、と交渉に来てましたね。で、もうその時にはコーヒーショップでの歌は聴いてたような気もします。まあ、安倍静江さん、絶大な人気を誇っていましたね。本人はね、この歌歌うの嫌だったんだって。というふうに、この間、安倍静江さんがあの頃を語るというなんか記事で読みました。検索したらネットには載ってるかもしれませんね。まあ、とにかくこの人は美しいので、すごい人気がありましたね。で、そうですね。まあ、その時代が変わって、81年の柏原芳恵さんのハローグッバイね。ここら辺に来ちゃうと、もう紅茶の美味しい喫茶店になっちゃうので、やっぱり紅茶になっちゃうんですよ。ね。で、紅茶の美味しい喫茶店、まあ若い女性にはだんだん紅茶が人気になってね。ヘルシーだからかな、やっぱり。
コーヒーはね、匂いが残るからね、口にもね。で、タバコ吸ってコーヒーなんか飲んだ日には、ものすごい口臭が臭くなっちゃうので、まあやっぱり喫茶店もだんだんそうやって紅茶主体に変わっていったのでしょうか。でもやっぱり雰囲気っていうことを考えるとね、夏の暑い日に、ちょっとなんか一冊本を持って喫茶店に入って涼みながらコーヒーを飲んだ思い出っていうのは、あの香りや歌とともに今でも耳の奥にこびりついている気がしますね。